島レジーナ背番号15番の小川愛です。今日は短い時間ですが皆さんと一緒に楽しみたいと思います。よろしくお願いします。厳しい。こんにちは。サンフレッチェ広島レディーナ背番号18番の松原志保です。今日は楽しみましょう。お願いします。背番号19番西原瑞希です。今日は短いあれですがよろしくお願いします。うわすごい右右右ドンドンドン、すごいね。同じぐらいの高さでボールがこう上がってまた蹴ってでしょ。すごいね。足のここ今次もある。いやーどうも、さっき言ってた頭にいて、ゴール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 あの小学生たちとあのサッカーをしたのでなんかすごく自分も元気になりましたし、なんかこういう機会がもっと増えればいいなっていう風に感じました。まずはたくさんボールに触れてもらって、なんかサッカーを特別してる子はいなかったんですけど、あのまた休み時間とかいろんな人たちとサッカーしてもらえたら嬉しいなと思って やってました。サッカーを始めやりたいって思う子が一人でも出てきて、まあ、サンフレレジーナに入ってくれれば、男子は男子チームにトップのチームに入ってくれる選手がいれば本当に嬉しいです。やっぱすごいなってすごく思います。皆さんちゃんと強く蹴っていたし、まっすぐ蹴っていたりしていたのですごいなと思いました。自分がボールを取ろうとしたところをうまく避けたり、まあボールを浮かしたまま人に渡しまたパスしたりするところが自分はまだできてないので、そこがまだすごいなと思います本物を見るっていうことはなかなか経験ができないことで、プロの皆さんの今までどんな練習を努力をされたかとか、子どもたちもなんか自分の興味があることにどんどん挑戦してみる、そういうチャレンジ精神であるとか努力しようという、まあ粘り強く頑張り抜くとか、それからああ自分は何でもできるんだっていうような自己肯定感がね、こういう選手の姿を見て持ってもらえればいいなと思います。今日は本当にありがとうございました。